こんにちは、ゆうほるんです。神奈川の方からファンレターを送っていただきました。ありがとうございます。早速開けてみたいと思います。じゃん、ゆうほるんさんへ、こんにちは、はじめまして。はじめまして。はい、まず私の自己紹介します。うん、ね、名前書いてくれてますね。うん、はい、神奈川の通信制高校に通う1年生16歳です。うん、ゆうほるんさんへの手紙なので全部書いてしまおうと思います。うざくなったら途中で読むのをやめても構いません。闇を話します。私は小5からディストカット、中1から腕や足も、中2からオーバードーズを始めました。お母さんは兄に付きっきり、お父さんから性的虐待、過去本格的になったのは中1の時。私はずっと孤独でたまりませんでした。中2の春に中学の先生にお父さんのことを相談したらお母さんに言われてしまい、中3の夏から両親は別居を始め、今は母と兄と3人で暮らしています。お父さんと別居を始めた原因は私のせいなんです。私がいなければお父さん帰ってこれるのに、毎日そんな気持ちで過ごしています。学校はといえば通信制では珍しい全日制スタイルの高校に通っています。中3の春から大学病院の児童精神科に通い始め、現在も通院しています。と私はこんな風に聞きました。私の自己紹介で1枚使ってしまいました。私の心の支えはゆうゆうほるんさんです。辛い時、苦しい時、自分がわからなくなった時、ゆうゆうほるんさんの歌を聴くと元気が出るというか、共感してくれたようでとても嬉しくて温かくなります。どん底より深くを見ている時、真っ暗な、景色しか見えない時、あなたの歌で救われる。赤い涙を流した夜も、悪い夢にうなされた夜も、あなたの声で温かくなる。私の気持ちをそのまま歌にしてくれたような不思議な気持ちになるんです。ゆうゆうほるんさんの歌、メロディー、曲、声、言葉、すべてが私の心の支えになって、私を笑顔にしてくれる。大好きです。ゆうゆうほるんさんが、人気に、有名になればなるほどどんどん遠くに行ってしまうようで怖いです。でも私は悩んでいる友達がいたら、ゆうゆうほるんさんの歌を教えます。またお手紙を書いてもいいですか？これからもずっと応援しています。たくさんの子の相談に乗っていてすごいけど、ゆうゆうほるんさん自身の心や体も気遣ってあげてくださいね。ではまた、ということで。はい、ということでね、書いてくれてありがとうございます。今、高1なんだね。うん。でも私の原因は私のせいなんですって書いてあるけど、これあなたのせいではないです。もちろんそのね、気持ちはわかるけれども、あなたが悪いってことはね、ない。だからね、これでもし自分をこう、ね、ずっとこう、責めていたり、なんかこう、責任をずっとね、感じていたりとか、なんかお母さんに対して申し訳ないなとか、なんか寂しさがあったりとか、そういうところがあるのかもしれないけど、やっぱりまずそのまま自分は耐えていればよかったんだっていうのは、またこれも違うと思うんだよね。で、そのことを先生に話すのってすごく勇気がね、いったと思うし、きっといろいろ考えてしまうところはあると思うんだけど、でも、こうね、勉強したりってことは、ね、やっぱりね、もともとそうなった、いろいろあったわけだから、ある意味、その決断ってのは必要なことだったのかもしれないなって思うんで、ね、そういったことがあるなし、相談したことがどうこうってよりも、もともとやっぱりなんかどこかに、いろいろあったがために、またそういうね、過去をそういった辛いことが起こってしまったんだと思うから、本当にね、勇気出して相談したんだと思うんだよね。だから、あなたは悪いわけじゃないよ。ちょっと内容と関係ないんですけど、ものすごい字綺麗ですね。ね、なんか温かくなるってね、救われるって書いてくれて、歌を聴いてくれてて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ね、またも手紙書いてもいいですかってね、ぜひ書いてください。はい。ね、応援ありがとう。そうですね。ゆうゆうほるんさん自身の心や体も気遣ってあげてくださいねってことで。そうですね。はい。気をつけます。きっとね、一日、いろいろ葛藤もありながらね。リストカットや、腕足もそうみたいだけどね。オーバードーズを、しながらなんとかね、こう、毎日こう、耐えてるんだよね。だからこう、なんかね、お家でいるときに、この一時でもね、なんかそう、特にその夜辛くなっちゃう、やっぱり寂しくなったりとか、いろいろ苦しくなったりする、特に夜とかに
なんかこう、まあ音楽とか通してね、うん。まあ少しでもそう、支えになりたいとか、うん。まあその救いになるような、うん。ことに繋がっているのはね、本当に何よりだしね、うん。また新しい曲も、作って公開したいと思います。ね、本音愛されたいがね、なんかすごくこう、なんかリンクしてるってね、この間教えてくれたもんね、うん。はい、ということでお手紙ありがとうございます。ね、また新曲も作りたいと思います。ね、あなたが悪いわけじゃないから、うん。ね、あなたがこう自分自身をね、責める必要はないんだよ、うん。ということで、ゆうゆう本でした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。